ドーベルマン怪談。怪談といえば怖い幽霊であるが、現代社会において怖いといえばドーベルマンである。今日はそんなドーベルマンの怪談をお話ししよう。タクシーのドーベルマン。ある夜、タクシーが市街地で全身黒ずくめの若い女性を乗せたところ、消え入るような声で、ミドロガ池までという。車を走らせたが、道中女は何も言わず池のほとりまで着き、この辺ですかと声をかけると、はっはっはと荒い息が聞こえてくる。運転手が恐る恐るバックミラーを見ると、後部座席のシートがべっとり濡れ、そこにはいるはずのないドーベルマンがいたという。トイレのドーベルマン子さん。とある学校には怖い噂があった。校舎3階のトイレ、3番目の扉を3回ノックして、ドーベルマン子さん、いらっしゃいますかと尋ねると、ワンと返事が返ってくる。恐る恐るその扉を開けると、そこには真っ黒なドーベルマンが出現するのであった。